皆さんおはようございます。千賀美奈です。ブブーン。私千ヶ崎美奈美、お家に帰らさせていただきます。本日はスーパーカブ C125 に乗って帰宅旅ってことで、日本海側のね、石川県からめちゃくちゃ南下してきて山梨県にたどり着きました。で、神奈川県まではあともう一歩ってことで、今日はやっとお家にたどり着けます。多分もうやっぱり疲れはね、どうしても溜まってきているので、注意散漫になりがちだと思うんですけど、休憩しつつ、寄り道しつつ、まったりカブでとことこと帰郷したいなと思います。ってことで、私の相棒スーパーカブ C125 に乗って行ってきます。ちがみなの動画。はい、というわけで今ね、宿から出発してちょっと走ってきたんですけど、この旅なんと今この瞬間1000キロ走りました。いや、長旅、もうなんていうか、帰るの寂しすぎる。まだ帰りたくなくて、ずっと走ってたいってね、気持ちにめちゃくちゃなってるんですけど、さすがに帰らねばならぬ。ゆったりとね、お家方向に向かっていきたいと思います。なんかなってる。山梨県は桃とぶどうが有名なんですけど、まだねちょっと時期早くって、桃の時期がね来てないんですよね。またね、桃の時期になったら桃のためだけに山梨に来たい。というわけで、ここはどこかというと元栖湖です。元栖湖のとこ来たよ。元栖湖はね、私の好きなアニメゆるキャンのね聖地になっていまして、ちょっと寄り道しようかななんて思って元栖湖を見に来ちゃいました。気持ちいい。せっかくなのでね、元栖湖に寄り道しちゃいたいと思います。多分もうちょっとで着くと思う。え、めっちゃねキャンプ場満員なんだけど、すごい大人気だねやっぱ。いや、湖ってええんじゃの。ちがみなの動画。はい、というわけで例のゆるキャンスポットです。ここに横になってなでしこちゃんがお休みしていたところです。トスコに寄ったのでついでに寄り道しちゃいました。ってことで、まったり富士山でも眺めたら帰宅の旅なんで、お家に向かって走りたいなと思います。ちがみなの動画。今ね、どこ走ってるかというと、サイコでーす。いやー、サイコいいんだよね。気持ちいい。湖が綺麗じゃ。そしてさ、サイコの周りをね、走るこの道がさ、超最高。あー、今日はね、富士山帽子かぶっちゃってるんですけど、サクツーリングラスト、まったりしてて非常に良き。もうね、ここまで来ちゃえば、私の庭よ庭、している場所が多いので、すごい安堵してる。なんていうか、徐々にお家に近づいていってる感があるよ。というわけで、川口港にやってきました。なんかここまで来るとお家に着くのがむしろ寂しい。まあ、とは言ってもまだ山梨県なんですけどね、多分まだあと50キロ以上はお家までかかるんですけど、なぜかね、無性に安心感があります。ちがみなの動画。はい、というわけでちょっとしばらく走ってきたらお疲れになっちゃったんで、一旦ね休憩を挟もうかなと思います。ってことで、私のお気に入りスポットである花テラスにやってきました。それじゃあね、おやつを食べに行きたいなと思います。ってことで、なんか庭園みたいな感じになっていて、まったり過ごせる場所なんですけど、今日は帰宅ツーリングをお家に帰らなきゃならないので、ちょっと休憩したら出発したいと思います。というわけでね、ソフトクリームタイムにしちゃいたいと思います。見てください、カップに入ったもりもりソフトクリーム。そしてじゃーん、これシロップです。まず一口目はシロップなしがいいかも。あー、うまし。なんだけど、さらにこのソースをかけちゃいたいと思います。これ柚子バターソースです。といソースがかかるとさらに美味しい。めっちゃ幸せな味する。バターって最高なんですよね。バターもソフトクリームもどっちも牛乳っちゃ牛乳なんですけど、何かが違う感じがするんですよ。うまし。もし柚子もバターも好きよっていう人いたら、正直めちゃくちゃ推したいです。ちがみなの動画。非常にまずい事態が起きた。今ね、ソフトクリームを食べて休憩したばっかりなんですけど、バイクに乗った途端に疲労度がマックスになった。すごいね、体が重い。さっきまで全然なんか余裕のツーリングじゃーって思って、山梨県は庭じゃーとか言ってたんですけど、嘘だわこれ、庭じゃない、遠い。全然さっきまではこれ余裕で大丈夫そうって思ってたんですけど、急にねどっと疲れが襲ってきました。まあでも、お家に着くまでが旅、
お家に着くまでがツーリングなので、ちょっと気合い入れて帰ろうかなと思います。どっか休憩しよう。もう一回ちがみなの動画。はい、というわけで今ね、まだ山梨県だと思いますってことで、山越えです。おお、あともうちょっとで神奈川県だ。気持ちがいいな。今若干ね、富士山が見えちゃいました。ってことで神奈川県との県境まであと 1.4 キロ。もうしばらく走ればついにね、私のマイホーム神奈川県内に入ってきます。富士山が巨大じゃー。わー、というわけでね、私の長かった SSTR の旅ももうそろそろ終わり、下道帰宅旅もおそらく600キロぐらいは走行するんじゃないのかなと思います。おー、いやいやいや、なんか虫がくっついてる気がする。あ、神奈川県入った、神奈川県入った、戻ってきた、戻ってきたよ。私の家じゃだいぶね戻ってきたんで、ちょっと安堵感もあるんですけど、山道なんで慎重に走りたいと思います。あとは下るだけじゃ。久しぶりにね、こんなに長距離走ってだいぶお疲れなので、お家に着いたらね、体を休めたいなと思います。やっぱ家に帰らないと本当の疲労度ってわからないんですよね。もうさっきね、かなり疲労のピークがね来てたんですけど、景色がいいところに来たらなんだかちょっとすっきりして、この感じならね、無事に日暮れまでにお家にたどり着くことができそうです。というわけで、わ、神奈川県、違う、また静岡県入った。え、あれ、神奈川県入った。あ、待って、静岡県戻っちゃったんだけど、あれ、これ県境なんだ、ここめちゃくちゃ県境なんだ。そっかそっか、こ、静岡か。ちがみなの動画。はい、というわけでついにね、神奈川県に入ります。もうここからは王道の神奈川、山北町に突入。神奈川の玄関口や。というわけで、私のねスーパーカブの下道帰宅旅ももうそろそろ無事にね終わりを迎えるんじゃないかななんて思います。もう数日前の SSTR、 神奈川県から出発して1日で石川県にたどり着くというね偉業を成し遂げて、ゆったり神奈川県まで数日かけて帰宅してきたわけなんですけど、もうここまでね、本当に最後まで皆さん動画を見守っていただき本当にありがとうございました。もう道中さ、結構しんどい瞬間とかもあったんですよ。あったんです。そして初めて SSTR チャレンジしたんですけど、惜しくもゴールならず、めちゃくちゃ悔しい結果になってしまったんですけど、まあ、無事にね安全運転で行って帰ってこれるのが楽しいツーリングってことで、このままね安全運転でお家に帰りたいなと思います。私の帰郷の旅もちょっと寂しいけどそろそろおしまいです。もう本当にね、最後まで応援してくれた皆さんありがとうございました。この動画がね少しでもいいねって思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってるので概要欄からフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。